永住資格の継続的な確認制度導入の必要性についてです。他国もそうなんですけど、永住資格を取得した後、例えば長く海外に出る、ほとんどいないっていう居住実態がないとみなした人の永住資格というのは剥奪されます。これ他の国でも当然のことです。日本では居住実態のない永住外国人をちゃんと把握できてますでしょうか。法務省西山拓司出入国在留管理庁次長。もとより永住者の在留資格を許可した方の出入国の情報については把握をいたしておりますが、委員ご指摘のような、個々の永住者がどのぐらいの期間、本邦に在留していないかという観点での情報の把握、管理はいたしておりません。小野田君さん。ということなんですね。例えば永住資格取って住民票を置いて海外に戻って、児童手当が振り込まれているかどうかだけ確認しに1年に1回日本に戻っているというような報告があったりとか、あとその居住実態もなく、だから収入に応じた納税もしてないけど住民が受けれる利益だけを不正に得ているというような報告も来ています。例えばイギリスなんかだと365日のうち百何十日以上住んでないと居住実態があるとみなさないというふうになって資格剥奪になったり、そういう把握をする仕組み、そして審査する仕組みというのがあります。で、永住資格というのは取得するときに条件があるんですね。例えば自分で生活できてますかとか、そういうのがあるにもかかわらず、一度取るとその後の更新時に条件を満たし続けているかの審査が日本ではありません。他の国ではあります。シンガポールなんかは更新時に労働納税を行っているのか、永住者の資格要件を満たしているかというのを更新カードの更新のたびにきちんと審査しています。日本では世界的に見てありえないんですけど、外国人への生活保護も起こってますよね。ということは、その永住資格を取りさえすれば、あとは本当にその永住の条件だった自活できているかっていうのもチェックされないままに資格が永遠に使われてしまうということが起きています。で、労働者とか外国人を早くに入れてる国はちゃんとこれに対応しうる仕組みに変更したり変えたりしているので、日本でも本当に居住実態があるのか、そして資格要件から逸脱していないかというのを確認する仕組みというのは絶対に必要不可欠だと思います。法務大臣、いかがでしょうか。古川法務大臣。お答えいたします。永住許可に際しましては、入管法上ですね、即応が善良であること、そして生計を立てられること、国益に合致することという条件に適合することが必要だとされておりますし、現状においても慎重な審査を実施しているところです。まあ、一方ですね、現行法令上ですね、この永住許可を受けた後に許可時に必要な要件を満たさなくなったということをもって、許可が取り消されるという仕組みにはなっておりません。で、委員のですね、このご指摘も踏まえながらですね、まあ、この許可後の在留状況を継続的に管理する仕組みの構築するかどうか、こういう是非を含めてですね、検討を進めていきたいと思っております。小野田君さん。はい、今現在はそういう仕組みになってないんですけれども、やはりその実態をね、しっかり見ていく、永住権って、永住権っていう人いるんですけど、権利じゃなくて資格なので、資格である以上、やはりその資格を満たしているかっていうのは確認が必要です。他の国はやっている、その例を見ながら、今後ぜひ検討していくように、私から要請を申し上げます。